初夏の陽気となった昨日から一転、今日の道内は気温が大幅に下がりました。昨日は最高気温が20度を超えた北見ですが、今日午前8時の気温が 2.5 度、寒い朝を迎えました。街には手袋やマフラーを身につけた会社員の姿が目立ちました。寒いよだからこんな格好して段差すごいですからね、体に応えますよね。午後5時までの最低気温は道東の遠軽町白滝でマイナス 1.1 度など氷点下となっているところもあります。こうした中、千歳の支笏湖畔にある旅館の天然露天風呂では春の行楽シーズンに向けた準備が進んでいます。丸駒温泉は湯船の深さが湖の水位に伴って変化するのが特徴で、毎年水位が下がる春先に湯船の清掃を行っています。今日は水位が30センチほどまで下がったお湯をポンプで抜いた後、従業員が砂利や苔を取り除きました。丸駒温泉によりますと、今月末からの大型連休の宿泊予約は好調だということで、温泉の担当者は湖畔の景色を眺めながらゆっくりしてほしいと話しています。